ひたすら描いてた虹の色、もう七色じゃ足りないから、毎日はすでにいつもを飛び越えて新章なのさ。ここでは班を組んで協力してる人が多いの。それで私はロゼッタと一緒の班になるわけだね。そうそう、うまくいくわけないし。できれば二人のそばにいたいんだけど。重度のシスコンなだけの変態さんです。特定の班に対して学院から要請があるの。それが指令書。私はサボるぞ。は？あんた本気？許可って簡単に取れないの？ひょっとして何か試練か。試練？帰ってくる場所を私たちで守るんだ。ティアラさんのお姉さんでしたら立派な魔女なんでしょうね。ノッティス？